はい、皆さんおはようございます。本日はね、用事があるので名古屋の方へ行きたいと思います。よろしくお願いします。本日の切符はね、この使い慣れた1日フリーパスで行きたいと思います。本日の企画としては、余分なことを話さずに名古屋に行って用事を済まして帰ってくることができるのかっていうことを検証動画としてね、動画を進めたいと思います。本日乗る列車が9時52分発の名古屋駅急行で名古屋へ向かいたいと思います。んでね、本日はもう行って帰ってくるだけなので、適当に来た列車で行って適当な列車で帰ってくるっていうのがね、本日の予定ですので、これといってね、目的の列車があるわけではございません。適当にホームへ降りてきたらね、運よくこの列車が止まってたので思わず携帯で撮影したんですけど、今日は出だしからいいスタートですね。今日うちからお茶持ってこようかなと思ったんですけど、持っていくの忘れてしまったので、急遽ね、駅中の小犬まで水だけ凍って行きたいと思います。名古屋までなんでね、水一本持ってないと不安なんで、この水1本でね、100いくらしたと思うんで、100いくら払ってね、さっきの列車が見れたと思ったらね、安いもんじゃないんですかね。と思って、この100いくらは飲みにしましょう。はい、来ましたね。この電車に乗って名古屋へ行きたいと思います。はい、でね、あれから車内でね、なんやかんややってて、動画なかなか回せなかったんですけど、先ほどね、津に着いた時に、後続のね、ノンストップ特急に乗り換えができますみたいな放送をしてて、江戸橋あたりで追い抜かされるのかなと思ってたら、白子あたりまでね、頑張りましてね、白子で抜かされましたね。で、その次の今いるね、これが塩浜ですね。塩浜で多分松阪方面から来た特急に抜かれましたね。もうアーバンライナーってノンストップ特急じゃないので、多分白子で追い抜いたのは難波から来た火の鳥だと思います。この時ね、僕はトイレに入ってたんで窓から見ることができなかったんで、絶対とは言えませんけど、じゃあね、もうそろそろ発車なんでね、乗り込みたいと思います。はい、やっと桑名ですね。あとちょっとで終点の名古屋なんですけど、これがね、最近新しくなったね、桑名駅ですね。桑名、僕はね、左側のね、ホームに止まるのかなと思ったらね、そうではなかったですね。奥の方もいい感じになってますね。発車するときにね、ちょっと見てみましょう。はい、もうすぐ名古屋ですね。今からね、名古屋での用事を2つ済まして、その後に時間があれば米野の駅の方へ行きたいと思います。
アーバンライナーが出るそうなんでね、ついでに撮影しときます。はい、じゃあね、この切符を通していきたいと思います。正直ね、こんな切符でね、移動するのは鉄オタか家族連れぐらいじゃないでしょうかね。はい、じゃあね、上がってきたので、いつもだったらね、こっちへ行ってJR なり青波線なり地下鉄名鉄なりにね、乗り換えるんですけど、こっちへ行って地下鉄に乗り換えると東山の方へ乗ってしまうので、あんなね、人混み電車には乗りたくないので、こちらの桜通り線で用事の方へ行きたいと思います。はい、じゃあこれで行きたいと思います。はい、ではね、この電車に乗って北大路通りまで行きたいと思います。はい、着きましたね、久屋通り降りていきましょう。はい、でね、一つ目の用事が済んだので公園に座ってマックでも食べたいと思います。久しぶりに公園でお昼ご飯を食べますね。踏んでね、その用事の場所がコロナの影響でね、並んでから順番に入るみたいな感じになってたんですけど、もう最後の方はね、もう全員入れてしまって、なんかもう密みたいな感じになってたし、踏んでね、分散して、中に入るようにしなくちゃならないのに、ちょっとずつね、中に入れるとはいえね、溜め込んでからね、入れるのではなくて、普通にもうさっと入って、さっと帰れるようにね、した方が、逆にいいんじゃないかなって思いますね。このね、行った場所はね、もう言いませんけど、って僕は個人的に思いましたね。それだったらね、コロナ対策とかせずに、その普通に入って用事してすぐ出てこれるね、今までの方がね、断然良かったと思いますね。んでね、買ったのが今話題のね、何だったっけ、チーズがダブルで入っているやつかな、肉が容器入っているやつか知りませんけど、なんか今宣伝しているやつ適当に選んで買いましたね。旅している人とかそういう人だったらわかると思うんですけど、本当にね、人間お腹が空いた時って口に入ってまずいもんでも美味しく感じるんですよ。ほら、極端にめちゃくちゃまずいったらね、話は別ですけど、そのね、まずくてもこれしか食い物がない状況に侵された時に人間は美味しく感じてしまうんですよ。不思議ですね。では食べていきましょう。はい、でね、次の用事まで少し時間があって、テレビ塔空いてたので、新しくなったテレビ塔にね、登ったことなかったんで、新しいテレビ塔からの景色がこちらですね。この下がこれ久屋大通りですね。んでね、ここに時刻が書いてあるんですけど、何の時刻かなって見たら、ちょうどね、見えますかね、目の前のね、名古屋駅のツインタワー2つの間に太陽が沈むらしくて、それの時刻が書いてあるみたいですね。はい、でね、せっかく来たのでね、メダルを1枚買っていきたいと思います。僕ね、こういうとこに来るとね、絶対買うようにしてるんですよ。それじゃあね、どれにしましょうかね。
んでね、この500円のミッキーマウスのね、あれが映ってなかったらそれでいいんですけど、映ってるのでこの2つにしようかなって言ったら、これが多分ね、名古屋のテレビ塔のね、キャラクターだと思うんですけど、僕はね、シンプルにこの600円の一番右を買いたいと思います。はい、ちょうど600円入りましたね。はい、じゃあね、さっきの600円がこのコイン1枚に変わりましたね。画面の前の皆さんはね、これが600円の価値があるのかないのかっていう議論はしちゃダメですよ。はい、でね、あれからもう1段階上に上がれたみたいなんで、上がってきたらね、めっちゃ風が気持ちいいですね。めっちゃ上の方がよく見えますね。落ちていかないように金網越しではありますが、ぶっちゃけね、ヘルメスのマックはここで食った方がね、良かったかなって思ってますけど、ここで飲食ができるのかできないのかっていうことについては僕は知らないですね。さっきの昼飯の飲みかけのジュースはね、持ち込めたんですよね。まあ僕は聞きませんでしたけど、多分いいでしょう。おかえりなさいませ。これから皆さんは三塁シャワーステーションへ参ります。スカイリッチからの景色はいかがですか。名古屋テレビ局はこれからも未来を続く名古屋のシンボルとして皆様で愛するタワーを目指してまいります。 We hope that you enjoy the view from the sky deck. The elevator will now take you to the tower station. お待たせいたしました。まもなくタワーステーションでございます。タワーステーションにはグッドショップ、景色の最新のカフェがございますので、ぜひお立ち寄りくださいませ。お帰りのお客様はエレベーターをお乗り換えでございます。ご来場ありがとうございました。はい、じゃあね、この切符で次の用事へ行きたいと思います。ホームに降りてきたらね、こんなものがありましたよ。久屋大通駅のね、構内図ですね。地下からね、地上までね、こんな感じでできてるんですね。太いね、こういうドブのパイプの下にね、地下鉄名城線で、その下にね、桜通り線で、で、大通りがありまして、僕も間違えて渡ったんですけど、この橋がありますね。多分こっち側に、何でしたっけ、オアシス21とか、あと、テレビ塔関係があるんですね。ではこの列車で名古屋まで行きましょう。はい、でね、今ね、名古屋へ着いたんですけど、途中の駅からね、犬を連れたね、おっちゃんが乗ってきて、とっさに盲導犬だっていうことを理解しましたが、盲導犬ってめっちゃおとなしいんですね。犬だからそれなりなね、犬らしさがあるのかなって思ったらね、めちゃくちゃおとなしいんでびっくりしましたよ。またね、盲導犬に出会ったもね、宣伝では見たことありますけど、一緒にね、盲導犬連れた人とね、乗り合わせたのはね、初めてだったんでね、ちょっとびっくりしましたが、まあそんなこんなで名古屋に着いたんで、今からね、名古屋中央郵便局で郵便を出して松阪の方へ帰りたいと思います。はい、でね、今ね、地下鉄から上がってきて、どこ歩いているかっていうと、名古屋駅の金時計からね、広小路名鉄近鉄方面には行ったことあるんですけど、その反対側の端っこへはね、来たことがなかったんで、僕もこんなんがあるなんてね、びっくりですね。名鉄バスセンターだけじゃないんですね。これは何でしょうか。市バスのバスセンターもあるんですね。はい、やっとありましたね、名古屋中央郵便局。今からここへ行きたいと思います。めっちゃ疲れました。名古屋の市バスのバスセンター一周回ってきましたよ。はい、でね、なんだかんだで時間がなくなったので、途中のね、津駅までね、特急で行きたいと思います。お、25分火の鳥やりますね。これで津まで行きましょう。一番前は空いてないですね。真ん中にしましょう。1020円ですね。しょうがないです。急遽特急火の鳥に乗ることになりましたが、今から来るね、16時25分発特急火の鳥でね、途中の津まで急ぎたいと思います。すごいですね、火の鳥来るときはね、ここが明るくなるんですね。
そういや僕何号車なんでしょうかね。5号車の10。前回大阪行くときがね、火の鳥楽の初乗車だったんですけど、またまた今回もやむを得ず乗ることになりましたね。はい、5号車ですね。乗っていきましょう。5号車の準備、こっちですね。お待たせしました。近鉄特急、火の鳥をご利用いただきまして、ありがとうございます。この電車は、大阪難波行き、特急、火の鳥、766列車です。途中、津、大和八木、鶴橋、大阪上本町に止まります。津です。特急には乗車券のほかに特急券が必要です。特急券の指定番号の席にお座りください。1号車、6号車はプレミアム席で、プレミアム車両券が必要です。その他の車両はレギュラー席で、レギュラー車両券が必要です。次に車内の設備についてご案内いたします。1号車、6号車には引き立てのホットコーヒーやお菓子などの自動販売機があるカフェスポットがございます。その他、お荷物用のロッカーやスペースが各車両にございます。なお、車内は喫煙室を除き全て禁煙です。喫煙室は3号車の後ろ寄りにございます。後ほど車内に参ります。ご用のお客様はお知らせください。喫煙室をご利用のお客様にご案内いたします。喫煙室の使用できない区間を過ぎましたので、ご利用いただくことが可能となります。ご協力ありがとうございました。はい、でね、名古屋駅を出るときにね、ジュースの他にもお茶物みたいなと思ってお茶を一本買ったんですけど、でね、お昼ご飯の残りのポテトもう、まずいと思うんですけど、残ってたんで、これをお菓子代わりにちょっと飲みたいと思います。僕の後ろと前と横にもあるような人がいないんで、マスク外してても大丈夫かなとは思うんですけど、んでね、思ったよりもね、名古屋の用事が長引きましてね、めちゃくちゃ遅くなりましたよ。本当は乗るはずじゃなかったね、特急もね、火の鳥に乗ると思えばね、今での特急代もね、安く感じますね。この流れでね、座席紹介していきたいと思います。もう出してるんですけど、このテーブルがね、新幹線と一緒で、前行ったり後ろ行ったりってやつですね。で、開けるときはね、こっちのでね、やりますけど、これをこの特急がついに行くのが17時10分に行くらしいので、そこからね、後続の松坂方面の急行に乗って大阪の方まで行きたいと思います。座席の倒れる角度がね、ちょっと思わずにあるんですけど、これをひねります。あ、これあれか、座席が思いっきり倒れる代わりに、ケツが前に出るやつですね。ちょっとこのタイプは大きいじゃないですか。で、多分どっかに入ることがあったかコンテンツね、ここにありますね。ここから向かって立つタイプですね。今日はね、このまま家へ帰るだけなので、充電しないですけど、こうやってね、レギュラーシートにもね、充電があるっていうのは便利ですね。これ、全席にね、ついているので、サラリーマンとかの方にもね、おすすめですね。僕ね、これ、乗ってみた感想を言ってもいいですか？正直なところね、前回のプレミアムカーとか、今回のレギュラーシートの方が、乗り心地がめっちゃいいんですよね。正直島田の乗り心地と同じぐらいなんですよ。本当はね、プレミアムカーの方が豪華ですよって言っているのかもしれませんけど、なんかあったんですかね、止まっちゃいましたよ。さすがにこの速度で信号に引っかかったできなことはないと思うんですけど、ですよね。
正直ね、近鉄ひのとりの、ね、レギュラーシートは新幹線と同じ乗り心地という表し方が一番適切ですね。はい、でね、あれから用事の電話をするのに、ひのとりに新しくできたね、ベンチ付きのね、デッキで喋ってたんですけど、喋ってる間にね、もう白子あたりまで来ましたよ。めちゃくちゃ早くないですかこれ。あれからね、あんま時間経ってないと思うんですけど、体感的にめちゃくちゃもう10分ぐらいでここまで来た感じがして、まあバタバタしてたっていうのもあるんですけど、もうこれからね、時間があればちょっと高い金を払ってでもね、名古屋に行く際は乗車しようと思いましたね。はい、ただいま白子駅通過中なんですけど、僕のおすすめは、名古屋区間の間で、レギュラーシートに乗車することをおすすめします。本当にね、特急券払うだけの価値はありますよ。ただしレギュラーシートに限りますけど、プレミアムカーだとね、それなりに値が張ってきますけど、レギュラーシートだったらね、多少安くなるので、その多少安い特急券を払ってでも、この列車には乗る価値がありますね。まあ、皆さんお試しください。はい、ただいまね、江戸橋通過中なんですけど、動画を撮ったと思ったらね、もうついについてしまいましたね。この電車走り始めたばっかなので、まだ新車の匂いがしますね。ではもう杖ついたので降りていきたいと思います。はい、杖つきました。今からね、後続の松阪方面の急行へ乗り換えたいと思います。火の鳥発車なんで見送りたいと思います。ちなみにね、火の鳥の後続列車はね、新町行きの普通なんで、多分これの次ぐらいに来ると思います。はい、やっと来ましたね、宇治山田行きの急行。本当に寒い中ね、めちゃくちゃ待たされましたよ。でね、乗車していた火の鳥がね、踏切の異常を知らせるボタンで少し遅れたので、多分この電車も遅れたと思いますが、はい、踏んでね、この電車はね、なぜ遅れたかっていうと、先ほど乗車していた火の鳥がね、桑名駅のね、手前、橋を渡ったところらへんで踏切の非常ボタンが押されたとかいうことでね、遅れたので、そのためね、後続の列車であるね、この電車もね、遅れたんですよ。まあこればっかりはね、安全優先なんでね、仕方ないと思いますので、我慢しときましょう。
だったんで、まあその辺はよく分かりませんけど、松阪到着ですね。降りていきたいと思います。はい、じゃあね、この電車は伊勢までね、ぶっ飛ばしていくことでしょう。はい、じゃあね、お見送りも済んだので、この辺で動画を終わりたいと思います。今日も一日お疲れ様でした。